バンド、ムーンライダーズのキーボーディストで、数多くの CM 音楽などを手掛けてきたミュージシャンの、岡田徹さんが、心不全のため2月14日午前に亡くなっていた、ことが分かった。73歳だった。所属レコード会社が発表した。葬儀は、家族葬ですでに執り行っているという。また、1970年代初頭からスタートした、岡田徹のミュージシャンとしての長い旅ですが、これからも、岡田のたくさんの楽曲と共に途絶えることなく、続いていくものと存じます。長きにわたり岡田徹と仕事を共にしてくださった、皆様、そして岡田徹の音楽を愛してくださったファンの、皆様に心よりお礼を申し上げますとした。その後も、アモール、ライフゴーズオーエヌなどのバンドに参加しながら、プリンセスプリンセスのミニアルバム、キスで、犯罪、クライムや、坂本美雨、ビギンらの作品のプロデュースや、どこもだけの歌など数多くの CM 曲を手掛けていた。